ゴルフのレッスンを受ける男性。スイングの指導でプロのコーチが注目するのが、どのタイミングで体重が、いいポジションに移動したか。コーチが手にしたタブレットには、 62% 左、右には 38%。 右足と左足にかかる体重のバランスを 1% 刻みで指摘。一体なぜわかるのか。その秘密は練習生の靴の中から出てきたインソールにありました。これで体重のかかり方を数値化していたのです。作っているのは愛知県あま市に開発拠点を置く豊田合成。車の窓の雨よけやホースなどゴムの加工製品で自動車産業を支えてきました。そんな豊田合成が作るインソールはどのようなものなのか。お願いします。開発現場で見せてもらったのはインソールの中身。何やら回路のようなものが。触ってみると、柔らかいですね。弾力があります。センサーに使われていたのがゴム。このゴムに圧力がかかって潰れるとき、潰れた分の力を電気信号に変えることで体重のかかり具合を可視化していました。特筆すべきはその計測の精度です。分針を置いていただくと反応する。わずか 5g の重りもセンサーがしっかりと感知。他社のセンサーはだいたい 50g から反応するものが多いんですけど、私たちは微妙なところから反応するというところにこだわりを持って作っておりますので、差別化ができているんじゃないかというふうには考えています。細かい計測が可能になったことで、ゴルフのスイング時のわずかなミスも発見できるといいます。まずはお手本のプロのスイングです。スイング前の構えの時点で計測してみると、体重のかかり具合はこんな感じ。今回注目したいのがこの緑の点、体の重心です。クラブを動かすとき、この重心が前後に動かない方がいいんです。プロが実際にクラブを持ち上げた時、重心は確かに前後にほとんど動いていません。一方練習生、綺麗なスイングに見えます。しかし計測するとクラブを持ち上げた時に重心が右のかかと側に動いてしまっています。プロと練習生の重心を比べると、この差が飛距離に違いを生むのです。足の裏の体重がどこにかかってるかっていうのは、全体の映像見てるだけだと実は分かんないんですよ。動きの悪さっていうのを発見する、そのためにはこういったインソールが必要だ。こちらのインソールは今年4月から販売。年間で数百足の売り上げを見込んでいます。しかし狙う市場はゴルフだけではありません。それが1億2000万人いれば、1億2000万人がヘルスケアのニーズがあると言ってもいいと思うんですよね。そこにいかにミートできるか。豊田合成は今後このインソールで足腰の衰えや膝に関する病気を発見するなど、ヘルスケア分野での活用を進めたい考えです。自動車業界では、日本の少子高齢化による人口減や若い方の車への関心の低下によって、将来の利用者の減少という懸念があります。そんな中で既存技術を新分野に生かすことで、新たな収益の軸を確保し、事業の安定につなげていくという考えがあるようです。